見ていたわけですね。そうですね、白旗っていうのは今西武で活躍した秋山とか、はい、あれより以上に期待された選手だったんです、うん、でチャンスをもらって上に上がってくると故障なんです、はい、股関節がおかしかったり、それを繰り返して結局西武としてはおそらく見限ったと思いますがね、でジャイアンツに入ってですね、はい、一昨年ですか、藤田監督の起用に応えて、はい、ちょっと活躍した時期がありました。ところがそれもまだ長続きしませんでした、ね、そうですね、長続きしないのは彼の欠点なんですよ。これは本当長続きしたらね、また大変な選手だと思いますよね、はい、山本浩二監督がマウンドに上がりましたが、今日の広島のベンチ入りの投手は先ほどご紹介しましたように紀藤、川端三塁で2回の犠牲フライを放った二村、ちょっと平子さんとそして須藤さんが随分大きな声を出してますが、何声ですよそれは言えますがでも和やかな会話じゃありませんでしたよ。まあしかし須藤さんも少し笑顔の中で、毒ついてた、ね、同点と逆転のチャンスを迎えました横浜太陽4回の裏、犠牲フライを放った北村、今日は北村が6番同点ホームランを放ったのが大きかったんです。思いました、私も思いましたね、西武のエースだった東尾の球をですね、ホームラン打ったんですよ。ははところが活躍したのは最初の 1,2 年だけだったんですね。昨年は長富に対して4打数ヒットがありませんでした。二塁ランナーは白旗、切り抜けたらエースになるんですけどね、ストレート、ガッツレートを弾いた、同点3対3、クイズ、一昨日のジャイアンツ戦で駒田に対してのワンポイントピッチングがありましたが、二浦は今シーズンはワンポイントあるいはこういう形でリリーフで使っていきたいというような話でした。これが昨年のデータで、広島戦は昨年好調でして防御率 2.30 でした、このあたり、この二浦をリリーフに持っていくというこの考え方について広岡さんはどうですか。そうですね、これは、投手陣の台所事情でそうなるんだと思いますけども、はい、それをそれに提出すればね、はい、三浦自身はコンディション作りは徹底してできますからね、頭に行ったり中継ぎに行ったりと両方を迎えさせられるとピッチャーにとってはちょっと難しいですよね。だから須藤監督はそのような形で徹底してやれば、はい、人の領域を犯すこともないし、いいんじゃないかと思いますけどね。かつてジャイアンツ、長嶋ジャイアンツ時代に三浦は抑えで活躍した時代も確かあったと思います。今シーズン今のところ、はい、やっと来たという感じですよね、これは余分にもらえるぞという感じですね、弾いた二浦、高木していかないと長持ちはできないと思いますが、そうですね、35過ぎたらそのようになる、はい、じゃないでしょうかね。この堀江は1988年のドラフト4位です。弾いていけるんですけどね、セカンド正田、
がありまして、その時にあったかなと、本当に久しぶりのスターティングメンバーだと思いますが、これ大事なんです ね、彼は生かさなくてはいけませんね。まあ1週間ぐらい持ってくれるとね、になりますね。ああ長富は100球を超えました。外へストレート、よく三打、ランナースタートを切っている。パチョレック挟まれる、タッチアウト、二塁に送ります。セーフ。今はパチョレックは飛び出しましたが、詰めたんでしょうけど、はい、監督が出てきましたね。勝負どころですよね、これは。代打を送ります。5年目で通算3本目でした。ワンアウト満塁、初球を打ってライト山崎定位置から前、タッチアップ。